どうも、ブヒケンです。本日は土曜日、さて続きをやっていきましょうか。もうちょっとなんでね、もうちょっとなんで、やっていきましょう。ここ長すぎ、ここまで伸ばさなくても、別にこの辺で撮ってあげれば、撮るとこがなかっただか、ちょっとそういうのを考えながらやってます、それでは続きをやっていきます。はい、わかりました。こっちがエアコンですね。で、こっちが配電盤の方の電源を取るところのリレーになってたみたいだね。で、一本化されちゃってるから、これをちょっと独立させますね。こことここで止められてる、ちょっと外しよう、ちょっと外していきます。独立させちゃおうかなと思ったけど、これはこれで電源取ってこうつながってるから、これはこれで使えるなって今思ってるんですよ。ちょっとここ取っといて、 MSD の裏の配線をなんとかしていきます。はい、これですね。この2本の配線、これがね、ここ通っちゃってますブチちゃんの下、なんとかちょっと頑張って撮りますね。これでほとんど撤去できましたね。交換する部分は。なんで MSD とエアコンの配線はそのまま使うという、それは当然ですよね。で、こっちが、テールに行ってるやつ、向こうもね。同じ方向を照らして引いてやればいいかなって今思ってるので、あ、電気が切れそう。よし。まあその辺はあと、あと ETC これね。で、これ再利用するのは取ってある。よし。で、よいしょ。まあ撤去したのがこれぐらいですね。まあほぼ全摘ですね。で、まだちょっとヘッドライトの配線が残ってるので、それも、あ、いてちょっと待って、今から引き抜いていこうかな。まあここだけ、まあ引き抜いてて、もう引っ張れ取れますけどね。こう、よし。あ、こう止まってんのか。何ですか、クーちゃん。ウーちゃんですよ。ね、工具の上にだと進まないで。よし。で、ちょっとそれ、プチって取っちゃったら、エンジンミッションを乗せる準備をちょっとしますね。さて。いけるかな、一人で。今とりあえずマウントから何からつけた状態にして、よし、はあ、すげえ時間かかっちゃった。そうちょっと積んじゃう前に説明をしよう。昨日の動画で、ここの配線を教えてくださいって言った視聴者さんにお答えしますなんてやってたじゃないですか。ただね、こういうのが全部つながってきちんとしてても、一番重要なのここなんですね。これダウンケーブル中に入ってますよね。それがこのスロットルのところにこうつなげるんですけど、ここの何ていうのかな、350のミッションとかと違って、700R4 ここで結構変速のタイミングとかを取るもんで、結構苦労すると思います。やり方どうやるのかっていうと、まあつなげたらちょっと走ってみて、1速から2速への変速がこう早いとか遅いとかで、4速に上がるかどうかっていうのとかもここでやるもんで、全部繋がったら走ってみて、ちょっとずつ自分でこう調整するしかないんですね。ここ。ちょっとこう引っ張っといて、っていう感じで。なので、全部がうまく繋がってても、ここがしっかり調整取れてないと、きっちり作動してくれないんですよ。なので、まあ、ちょっと気になったんですけどね。ありがとうございます。早速明日配線繋げてみます。つって、また帰ってきてたんですけど、返事が。つながるだけつなげてもね、ここの調整がしっかり取れてないと、変速おかしいんで、変な
きっちり調整しないままね乗ってっちゃうと、まあ、結局ハンクラッチの状態でギアがこう変わっちゃったりするような調整とかになっちゃうもんでね、結構ここの調節は700ある方、調整はシビアにやってやってくださいね。うん、なかなかめんどくさいですよ走って乗って走って乗ってってやらなければならないので、うん、ちょっとそれだけね言っとこうと思って、つなげたけど変速しねえじゃねえかって言われるとね、もうなんか俺のせいみたいで嫌だもんでなので質問くれた視聴者さんね、その辺ちゃんと見てやってください。はい、よし、じゃあやろう。とりあえずこのぐらいやめといて、こっちまで行くか。はい、あった、ここに畜生。一人でやるのか、重いな。ちょっとこっちに出ようか。腰がな、腰が痛いんだよ。おい、倒れちゃう。よしぞ。この辺でちょっと舵を戻るみたいな方か。ちょっとこうギリギリかな。ちょっと待てよ。あ、いいな。しょうがないか。こんだけ上がってればどうだ。ギリギリこれでクリアだ。いや、くそ。斜めに行ってしまう。嘘嘘。ああ、もう。一人でやるのは大変ですよ。もう気持ちいけるな。よし。これでどう、クリアできてない？よし、できた。いけるぞ。ね、すごい頑張ったけど、これが限界です。ここだけ違うでしょう、こんだけ。うん、もっと奥入るのかなと思ったら入らないんだ、これよいしょ、ここが限界だ。ほら、当たっちゃってる。あー、だからこっちのミッションの方がやっぱ下ここでかい。長さは変わんなかったけど、オイルパンの位置とここのマウントが乗ってる位置が違うんだね。まあ、ここはカットしたもんでなんとかクリアできてるんだけど、全然やんなきゃダメだ、フレームモッドで。マウントの位置もちょっと変わるね。だからあー、そういうことか。ちょっと映ってるかどうかよくわかんないけど、ここが全然違う。ああ、もうギリギリ当たっちゃってるでしょ、このメンバーだと。で、さっきのエンジンのマウントが、そうだな、もう3センチ、4センチ後ろ側に行きたいから、そうすると当たってるところをこの辺まで逃がす感じになるよね。いやー、参ったぞこれ。でこのメンバーも全部作り替えっていう話ですよね。なおかつフロアも当たってる。フロアも当たっちゃってるもん。まあミッションのいたっぺらみたいなんだけどね。
あれはギリギリクリアできるようになるんじゃないかな、入っちゃえば。ちょうど今中央ぐらいに持ってきてあるんだよね。若干こっちか、もうちょい、ここがだからここにはまんないと困るわけだから、ここのズレの寸法を見て、その分だけミッションが後ろへ行くようにしてあげなければならないということですね。ああ、そういうことだ。よし、ちょっと寸法出そう。だいたいですね、今中央を出して測るとあと4センチこっちへ来てないと、ちょっと待って、測る、入らない。3センチでいいか、芯と芯で測ると。違うな、4センチぐらいだな、やっぱ4センチぐらい後ろ行かなきゃならない。ということは、ということはですよ、フレームを4センチえぐってやらなきゃならない。こうやってね、まあここに分厚い補強が1枚入ってるんで、後ろにずれる方が強度は出るんで、ちょうどいいっちゃちょうどいいよね。4センチカットして、メンバー自身も4センチで、ここの位置が4センチずれるようにメンバーを作り変える。そういうことだ。大加工じゃないですか。もうちょっと印していきますね。室内側もちょっとあれですね、ここがやっぱりもうちょっと加工してあげなきゃですね。サイドブレーキはなんとか、ここの長さは調節できるので、ここの穴でまあつくにはつく、こうなる、ギリギリね。でもちょっとスリーブとかちょっと加工してやんないとなんないかな。ギリギリつく。よし、フレームはやっぱこうですね。メンバーもざっくり落とさないと入んない。全部今印をした。反対側もここはギリギリクリアできてるけどね、もうちょっと行きたいな。でもここね、5ミリぐらいちょっと落としたい。で、強度的にはここまで落としても、ここに分厚い補強が入ってるんですよ。なんで大丈夫だと思うんだ。よし、参ったね。ということで、エンジンをもう一回引き抜きましょう。ちょっと引き抜いていきますね。いやー、メンバーの向こうに今乗っかっちゃってる状態だもんね。そう、ポロッと落ちてくれればすぐなんだけどな。落ちたかよっ、多いね。落ちたな。よし、
よし。もういっちゃうの。よしよし、来た。ここもうちょいやるよ。だったらちょっと重心変えるか。いやいや、あげちゃったら早い。ここに置いておきましょう。これでちょっと加工して乗せる。うん。メンバーちょっととりあえず一回外してフレームをまた加工してあげてで乗っける。あ、でももうこんな時間なので明日にしよう。くそ。一日中汗だくになってこれかよ。